俺たちをあなたたちに同行させてほしい。なんだと。急に何言ってんだぞシルバー。せっかく見逃してくれたのに。何の成果も上げられないまま学園に戻るわけにいかない。俺たちがナイトレイヴンカレッジの魔法師の実力を見せよう。決してあなた方の足手まといにはならない。魔法も武術も心得はある。お前たちでも分かる言葉で言ってやったつもりだが伝わらなかったか。冥府に足を突っ込む前に去れ人間ども。角太郎に睨まれた時みてえに背中がゾワゾワするんだぞ。何と言われようが帰りません。俺たちを同行させてください。いいだろう。え？何をおっしゃるのです右大将殿。素性もわからぬ怪しい人間を我が隊に同行させるなど。だからだよ。野放しにして面倒を起こされちゃ厄介だ。少し痛い目を見せてやれば尻尾巻いて逃げ出すだろうさ。それは確かによく聞けガキども。俺たちに同行するには条件がある。条件？お前たちがこの俺に髪の毛一筋ほどでも傷をつけられたらと。まとめてかかってこい人間ども。これは彼にショックを与えられるチャンスかもしれない。だが俺たちで勝てるのか。いや考えても仕方がない。行くぞ。